はい、どうも、白熊先生です。今日ですね、明石家さんまさんがですね、あるトーク番組で、女優のですね、広瀬アリスさんに対してですね、小言を言ったんですね。はい。そしたらですね、その小言がですね、まさにですね、古い価値観と言いますか、はい。令和の時代に全く合わないようなですね、もうほんと昭和の時代から何も変わってないですね、何もアップデートできてないおじさんそのものの発言でですね、それに関して今批判の声が飛んでいるんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、本当にさんまさんの価値観は古いのかっていうことに関して、僕なりにですね、いろいろと反射を方していきたいと思います。はい。まずですね、今回の一件というのはですね、2021年のですね、年始に放送された、さんまのまんまというですね、トーク番組内で起きたんですね。はい。まあ、この番組はですね、以前はレギュラー放送していてですね、まあ、現在はですね、まあ、スペシャル回だけやってる感じなんですけども、まあ、さんまさんがですね、いろんな業界のね、人がですね、ゲストでやってきて、その人たちと喋るっていうやつなんですよね。はい。で、そこにやってきたのが、広瀬アリスさんなわけなんですよ。はい。で、その広瀬さん、アリスさんに対するですね、その発言がまさに古い価値観だったんですね。はい。まあ例えば古い価値観ってね、今のね、時代、令和の時代で言うと何があるかっていうと、例えばですね、女性は早く結婚すべきだ、みたいなね。うん。で、例えば一昔前とかだとですね、上司のおじさんがですね、若い女性の部下に対してですね、もうそろそろ30代なの？早く結婚しないと30代になったら女性なんてね、嫁のもらい手なんてないからね、20代のうちに早く結婚して家庭に入ることが一番だよ、とかね。はい。もしくはその男性社員に対してですね、じゃあ今度飲みに行こうよ。飲めない？何言ってんの？お酒を飲み交わす、まさにこのノミニケーションをすることによって、ね、職場の仲が良くなっていってね、いい仕事ができるんだよ。上司に言われたら部下はついてくるもんなんだよ、とかね。はい。こういう風に女性は早く結婚すべきだとかですね、男同士はですね、酒を飲むべきだ、酒を飲んでですね、仕事場というものがですね、円滑に進んでいくんだみたいなね、そういうことを言う連中っていうのはもはや古い価値観とされてますよね。はい。お前のその価値観にね、をですね、押し付けるんじゃねえよとね。女性が別に結婚しないっていう選択肢もありだし、上司と酒なんて飲みたくねえよってやつだっていくらでもいいんだぞとね、まあそういう話なわけですよ。うん。でですね、まあ、そんな古い価値観をさんまさんが発揮してしまったんですね。はい。じゃあですね、ちょっと詳細を話す前に、その広瀬アリスさんとはどんな方かっていう性格だけですね、ちょっと話しておきたいと思います。はい。広瀬アリスさんですね、これね、広瀬すずさんのお姉さんで、まあ、現在25歳くらいだと思うんですけども、まあ、めちゃくちゃ美人じゃないですか。めちゃくちゃ美人だし、めちゃくちゃ演技も上手いですね。まさにそのね、その人気実力ですね、共にあるですね、女優さんなんですけども、この方ですね、どうやらめちゃくちゃインドア派みたいなんですね。はい。いわゆる、そのあんまり出かけずにですね、家の中でずっとアニメとか漫画とか読むのが大好きらしいんですよ。うん。まあ、実際問題ですね、アメトークの漫画付き芸人とかに出た時にですね、めちゃくちゃですね、漫画の知識を披露したりとかですね。はい。他にはですね、鬼滅の刃とか好きみたいなんですけども、その声優さんとですね、番組内で会った時にもう本当にザ・ファンっていうんですか、なんか、芸能人っていうよりも、本当にただのオタクのね、女の子みたいな、そういった反応をしちゃったりとか、まあ本当にそういうのが好きなインドア派な方なんですね。はい。だからこう、はっきり言っちゃいますと、あんまりこう、いわゆるこう、女の子らしくないっていうんですかね。うん。はい。いわゆる、その、おしとやかな女の子っていうよりも、ちょっとですね、なんていうのかな、その、その、ガサツと言いますか、うん。ね、思ったことは割とズバッと言いますよ、みたいな、まあ、そういった感じのですね、こう、オタク的な女の子っていうんですかね、まあ、なんと言ったらいいか。はい。まあ、そういった感じの女の子なんですよ。はい。で、そんなですね、広瀬アリスさんに対して、まあ、さんまさんがですね、ちょっとここと言ったんですね。はい。じゃあ、一体どういった流れでどういう風に言ったのかってことですね。これちょっと記事の方を抜粋しながらね、解説の方をまずしていきたいと思います。はい。まずですね、これね、話の流れとしてはですね、バドミントンの世界王者の桃田健斗さんっていうですね、方が来たらしいんですね。はい。で、この方がですね、その、ラケットをですね、2本、プレゼント用として持ってきたらしいんですよ。はい。で、それをですね、さんまさんにですね、渡したらしいんですね。ラケット2本を。うん。そしたらそこに広瀬アリスさんもいたらしいんですよ。はい。で、そしたらですね、そのさんまさんがですね、気を利かして、まあ、これはあくまでさんまさんの優しさだと思うんですけども、その1本をですね、まあ、広瀬アリスさんに譲ろうとしたらしいんですね。うん。はい。さんまさんで1本、広瀬さんで1本としようとしたと。はい。そしたら広瀬さんがですね、そこで大丈夫ですって断ったらしいんですね。はい。断ったと。うん。はい。まあ、ただですね、ここに関して別に広瀬さんはですね、そんなものいらないですというですね、そういった意味合いではないと思うんですよ。はい。まあ、言ってみたら、桃田さんはですね、さんまさんに2本持ってきたわけですからね。はい。それを、そのね、桃田さんのですね、意思を関係なく、自分の方で1本もらっちゃうっていうのは申し訳ないと思ったんじゃないかと思います。はい。まあ、あと単純にね、先ほど言いますけど、広瀬さんっていうのはですね、かなりインドア派な方なんで、多分スポーツとか全然興味ないと思うんですよね。うん。まあ、だから本当に必要ないと言いますか。はい。っていう部分も正直ってあると思います。はい。まあ、たださんまさんに対する気遣いもありつつで、あ、私は大丈夫ですって言って断ったんですよね。うん。まあ、別にいいじゃないですか、断ったって。うん。さんまさんで全然2本もらっちゃってください、みたいなね。うん。
はい。でですね、その後ですよ。その後、その桃田さんがですね、その場からいなくなって、さんまさんと広瀬さんと、で、その次にですね、今田耕司さん。ね、さんまさんの後半の今田耕司さんが来たんですけども、この今田さんとさんまさんでですね、この言ってみたらですね、嘘でも桃田さんを立てるべきだというふうにですね、こことをめちゃくちゃ展開したってことなんですね。うん。で、結構ですね、いろいろ話したんですけども、特にここすごいなってところでちょっとね、抜粋したいと思います。はい。まずですね、これ今田さんがこう言うんですね。うん。ベンチャラでも、うわーとか言えんかと。ね。ちなみにこのベンチャラっていうのは、口先だけのお世辞とかそういう意味ですね。はい。ベンチャラだけでも、うわーとか言えんかと。ね。そしたらさんまがですね、私いただけるんですかって、簡単な答えなんとね。はい。続いて今田さん。世界一直接選手、世界一の直接、世界一の選手から直接いただいたものなんだぞと。ね。サインの一つでもしてくださいって言えば、桃田さんも可愛い人やなって思うやんと。言うたかサインのサの字でも。とね。うん。はい。で、さんまさんもですね、桃田に気持ちを持たせてあげてと、ね。宿舎に帰って、広瀬さんに会うたら、あの人俺のこと好きなんじゃねえかなっていう気持ちになりたいねん、男の人って。とね。はい。まあ、こんな感じでですね、すごいこう、まあ、広瀬さんにですね、小言を言いまくるわけですね。うん。まあ、つまりこう、内容としてはまとめると何かっていうと、ね。たとえ興味がなかったものだとしても、うわぁ、すごい、あなたにもらえるんですか？私嬉しいですっていうその男の人に、ちゃんとね、そういったですね、こう、まあ、お世辞でもいいから言えと。ね。はい。で、そういうことを言うことによって、その相手の男の人がですよ、その桃田さんが、あれ、広瀬さんって俺のこと好きなのかなっていう風に思わせてあげろよと。ね。女だったらそれくらいの気遣いしろよとね。あなたは美人だ、そんな女の人がね、男の人をね、好きっていう風に、そういう風に思わせることによって、男は気持ちよくなれるんだ。男はね、それで嬉しいんだよ。それくらいの気遣い見せろよと。ね。まあ、そういったようなことを言ったんですね。うん。で、これを言ったんですけども、で、ちなみにですね、ちなみに、ここに関して言うとですね、さんまさんとね、まあ、今田さんがですね、こういうふうにわーわー言ったんですけど、広瀬さんはですね、最後までちょっと納得いってないような顔してましたね。はい。だから、この辺もやっぱ広瀬さんって結構気の強い方っていうんですか、本当に思ったことははっきり言えるタイプなんでしょうね。はい。多分、ここ思うんですけど、こういうふうに、口先だけのお世辞が言えるね、女優さんだったら、ああ、そうなんですか、すいません、ごめんなさい、みたいなね、そうするべきでしたね、とか言えばいいわけじゃないですか。うん。ただ、広瀬さんはそういうことを明確に言わなかったんですよね。はい。だからやっぱりちょっと納得いってないんじゃないかなという感じなんですよ。はい。で、ここに関してですね、批判の声と言いますか、あ、広瀬さんかわいそう、さんまと今田マジ、ね、お、ジジイだな、みたいな、そういったコメントがネット上に溢れたんですよね。うん。はい。例えばどんなコメントがあったかっていうとですね、男の人を喜ばせるために自分の気持ちに嘘をつかなくてもいいのでは、この時代の人は女を男を喜ばせてなんぼっていう認識なのかなとかですね。あとはそばにフォローしてくれる後輩芸人のようなお目付け役がいないと厳しいよねとか。まあ、そんなですね、トークがいっぱい、トークと言いますか、SNS でですね、書き込みがあったというわけなんですね。はい。で、実際問題ですね、さんまさんってですね、昔にですね、同じく芸人の東野幸治さんがですね、こういった件に関してですね、指摘していた部分もあったんですよね。うん。つまりその、さんまさんはアップデートしていくべきだと。はい。で、さんまさん、この東野さんはですね、自身で YouTube で幻ラジオっていうラジオやってるんですけども、そのラジオ内で、さんまさん、あなたはアップデートが必要ですよということをですね、ちょっとこう、言ってたんですね。うん。で、どんな時にそれを思ったかっていうとですね、リンゴちゃんっていらっしゃるじゃないですか。リンゴちゃん。ね、モノマネ歌手のお姉の方いらっしゃるじゃないですか。で、あの方がですね、ゲストで来た時に、リンゴちゃんって、ちょっと性別、まあ、お姉だとは思う、お姉ではあるんですけども、こう、リンゴちゃんのこのね、キャラ的に考えて、あんまりそこをいじっちゃダメなタイプじゃないですか。はい。例えば、春菜愛さんみたいにですね、自らですね、そのお姉だってことをガンガン利用して笑いを取りに行ってる、自分発信で笑いに行ってる人はですね、そこをいじってもいいですけど、ちょっとリンゴちゃんの場合はちょっとね、そういうのを出してないタイプの方ですから、あんまりそこに触れない方がいいじゃないですか。ね。にもかかわらず、さんまがですね、さんまさんがですね、そのリンゴちゃんに対して、お前男のくせに何言うてんねん、ね、おじさんやないか、とかですね、ガンガンそういうですね、いじりをしてたんですね。はい。そしたら、その現場がですね、ちょっと嫌な空気になったらしいんですよ。うん。ね。まあ、もちろん、そういったいじりをですね、許容してくれる、要は受け入れてくれるタイプのお姉の方もいらっしゃるかもしれませんけども、そういうのを良しとしてないタイプのお姉タレントの方もいらっしゃるんですよね。はい。にもかかわらず、さんまさんは、そういった奴ら、そういったですね、まあ、お姉タレントの方々はですね、まあ、全部ひっくるめてですね、お前男やないか、おい。男やないか、おじさんやないか、何言うてんねん、みたいな。うん。そういったいじりをめちゃくちゃ未だにするんですよね。はい。で、そこに関して、さんまさんとアップデートが必要ですよということをね、東野さんは言ってたということなんですね。はい。じゃあですね、以上がですね、まあ、基本的なお話、すべてのね、話の内容になるわけですけども、こっから何を思ったかっていうと、僕自身もですね、正直言ってさんまさんはちょっとこれ問題あるかなって思いました。うん。やっぱさんまさんって僕思うんですけども、まあ、典型的なですね、本当にザ女の子って感じの女性が好きなんでしょうね。はい。さんまさんよく言うのがですね、自分の一番のですね、その理想の女性はタッチの
朝倉みなみだって未だに言ってるんですよね。はい。朝倉みなみってまさにそういった感じじゃないですか。ね。その、男に黙ってついてくるじゃないですかね。男の二歩後ろを下がって黙ってついてくるみたいな。うん。まあ、そういった女性が好きっていうのは僕は全然いいと思うんですよ。さんまさんのね、それは趣味嗜好ですから。はい。ただそれをですね、その他の女性、他の女性にまで求めて、それができてない女性に対して、お前女やったらこうしんとやかんよ。女だったらこうすべきなんだよ。みたいな、そういった説教をかますようなですね、人になってしまってるっていうのは僕はなんかちょっとこう見てて悲しいなって思いましたね。なんか、うん。さんまさんってすごい面白いですし、結果も出してるし、権力もある方ですからね。だからこそそういうことを言ってる姿っていうのはなんか悲しいなっていうふうに僕は単純に思いましたね。はい。というわけでですね、今日はこの辺で終わります。この話にちょっとも共感してくださった方ですね、よかったら高評価チャンネル登録ですね、あとコメントあったらぜひお願いします。どうもありがとうございました。